さあ、いきますか。ガチ。今日は53番での入場です。まあでもね、台数多い店なので、割とどれにでも座れるはずなんですよ。その中で何選ぶかっすね。はい。おはようございます。さあ、やってきました。ガチ。まっすぐ、アイムガチ。アイムチャンピオン。ああ、なるほど。まあ、そら主役は譲らないって書いてあるしね。円形から埋まるでしょう。とすると、3,4,5,6,6 台並びやん。本当は真ん中行きたいけど真ん中行ったら怒る、うん、じゃあ真ん中しよう。松1とかに座りたいけど、あ、じゃあ松ゾロの66にするか。とりあえずな、朝一かまでにや。ガチガチくん、ガチガチくん、ガチガチくん。おはようございます。ワンゲーム TV の陽介でございます。さあ始まりました、ワンゲーム TV 新番組ガチガチくん。こちらの番組はワンゲームメンバーが最後までガチで戦い抜くという番組でございます。早速遊戯台の方に行きたいと思います。ガチなんて時間がもったいない、行こう。行きましょう、新番組ガチガチくん。まあ、ガチで立ち回るとは言ってないけどね。ということで、本日抑えました台が、カバドリでございます。そして私はね、ガチでやるんで、このガチガチくん、しかもツインエンジェル仕様でこれを持ってきたが、あんまりカバドリではまあ使わんかな。でも一応持ってきたぞっていうのは、これ俺ガチ勢だぞアピールなんで、周りの人に舐められないようにね。さあ行こう。さあ本日はね、PR 区相模大野店 でしかも今日ワンゲームの取材が同時に開催されておりますと。たまたま取材日と撮影日が被っただけっていうとあれなんですけど、これ本当に設定がどうとかここが熱いとかそういう話は一切なく、私は独自の理論でガチに立ち回らせてもらいますという形でございますね。で、朝一僕50番で入ったら、カバネリから奪ってました。まあ、やっぱり最近ね、僕も朝一ちょこちょこと抽選受けて設定狙いすることが実はあるんですけど、こんな僕でもやっぱカバネリから奪るよね。ど真ん中円形カバネリだから、まあそこだよね、設定を入れてますよっていうアピールがしやすいところに入れてくると思っているので、まあ、当たり前なんですけれども台数が多くてかつ埋まるところね、ここが大事なのかなと思ってます。あとはその過去の傾向とかもあるし、やっぱ塊で入るっていうことを考えて、ガチなんて左右を一応見える位置に、据えてますというところですね。いや、ガチカール、もう島角を取ってないだけでガチカール。で、まあ、一応ね、この一番見栄えがいいというか、メインの円形島からは離れてるんですけど、メイン通路から一番見やすい玉台並びのところという、まあ分かんなかったんで安直なところにしました。で、まあ、僕こう見えたら一応一回カバディのロック触ったことあるんですよ。嘘じゃねえよマジで。その時はもう特にやっぱり250で ST が出てくる、すげえ出てきたっていうのと、チャンスゾーンの入りっぷりがやっぱ異常だった、段違いだったので、チャンスゾーンの出方が。なので周りの台にもチャンスゾーンを引いてほしいわけですよ。で、まあ、もう一個、まあ、これ僕なりのね、勝ちたいなと思った時の、まあ、やり方って言ったらあれなんだけど、陽介流ガチ立ち回り、当然のことだから高設定は積もりたいんですけど、そのスカった時のリスクを下げたいわけですよ。で、そう考えた時に、そりゃ最初から設定6積もれりゃいいよ、積もれなかった時にさ、これがカバネリだったら最初650だから入っても2万円ぐらいって皆さんご存知の通りだと思うんですよ。保険をかけるっていうのは僕は大事なのかなと思って。まあ、あとは、まあ、この台をどこで見切るかとかもあるし、周りが良かったら自分の台多少悪くてもやろうかなとは思ってるけど、なんか全体的にきつそうだなっていう風になったら、まあちょっとね、まだ空き台もありますから探しに行くのも全然ありでしょう。朝一はあれなんだよな、空気のあれが効かないんだよな。さあ106ゲームから千本取りでございます。長田、あ、ちなみにガチでやってるんで、僕が過去一番成績がいいクルスダビにしてます。で、今誰の声やと思ってるんですよ、クルスです、この声。遊びでやるときはあやめナビだね。あとやっぱこの辺だとやっぱ早代が多いので、どうしてもね、当たればラッキーぐらいだね。まあまあまあ、ここは残念だね。
出る出る、止まれだ。まあ厳しいよね。残念。はい、というわけで、出直しですね。まあ、やめたくなるなこれ。周りもそんなになんかバカバカ当たってる感じはないし、僕もチャンスを引けてないし、早めに見切るのはありかなと思ってしまう。あー、やりやがった。お前もうちょい早く。これでまだ例えば1コマが出てこないとかだったらさ、ちょっと嫌じゃないですか。多分順番に出てくると思うんだけど、チャンスゾーン無駄にしたくないんで。ああダメだ。ああ残念。三連撃 15% ぐらいだっけ。当たったら楽だよね。まあそんな甘くはない。おいラッキー。一応なんか高設定はこういうサービスも多いかもみたいなこと言われてるよね。オレグです。まだですね、チャンスはもらってるから。さっきと一緒だ。残念。でもまあまだまあ、まだ生駒がいるのが確定してるんでね。ああ残念。ていうか全然後半公約引けなかったね。でもほらビバがいるんで大丈夫ですよ。大丈夫だよ。もう一回引けるでしょ。大丈夫だよ。3回目なんですから。もう3回引いてダメだったらもうしょうがないよ。ここら辺で赤くなるでしょ。どうせどうせ。ほらほら、でここら辺でボタン押さえなくなるんでしょ。よし、一瞬ドキドキしました。さすがに3回引けば大丈夫だったけど、最初の2回危なかったよねこれ。さあ燃やす音が現る。もう大丈夫だろう。よし、投資10本ぴったし。エピボ、そうね、650までいかなかったのはでかい。でこのあとじゃあこれ打ちますって言われたらちょっと何とも言えないのがつらい。で周りの状況を見ると僕はここら辺、ここじゃないんじゃないってちょっと早いけど思ってるよ。まあね、早め背景とか出たら話は別ですけどね。よし、参る。さあ初期2つはどこでしょう。ああ3つついた。激レアパターンだこれは。通らないと困るよ。まあ、これでチャンス目引けないでスルーしたらもうその日はカバテではないと思います。あ、とりあえず延命延命、大事大事。あっ、しよしよし、危ない危なかったな。今ちょっと手を止めたのが良かったっすね。ありがとうございます。ロッコン少々。まあ、あとはさあ誰かな。なんで朝一だけは1個までもいいかなと思ってしまう。梅ちゃん一応ね、設定さ出るかもしれないからね。これほぼ1個までのやつじゃない。252、まあまあまあいいな。はい、カバネリオブジャーアイアンフォートにすると終わるんで、ガチ的にはエンディングからいきます。グリーンだよ、引けてるよ。来ないかな、来ないかな、来ないわな。あ、でも一応鎧カバネの方やね。ほんのちょっとチャンスですね。でもやっぱ 25% の時って技取りにも負けたりするからね。 25% 3回目ダメ。おっと、これここでダメだったら多分ダメだよな。
たんかな。あ、今のも漏れてんのもしかして。おい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 、うわ、もうどうでもよくなってる。こういう日ダメだもん。やっぱね、ない時の複合役外れる日はダメよね。あっと、デフォルト。いや、2回使ったらダメだよ。めっちゃ引いたよ。発展が早いんだよな。こんだけ引いてダメだったらダメだぜマジ。引けてるんだけどな、中の人とは相性が良くないな。そこ6割ぐらいあるよね。うわー、ダメだ。複合薬2回ダメな日はダメだわ。多分ダメだわこれ。あ、でもここであるから。まあ、ラスト1ゲームがありますから。ドートロが出てしまった。いや、そう、カバネリでドートロ出たからなんやねんみたいな。一回見る？一回見ようか。そう、あの、やめるんだったら今しかないんだよ。ちょっと周りを見ようかな、なんだけど、うわ、なんかまだね、始まって 1,2 時間だからなんともだけど、ここ塊よく見えちゃうよね、これだけ見ると。2以上出ちゃったなっていう感じ。あと円形もちょっと確認しようかな。1は回避できてるわけだから、まあリスク回避という意味ではね。あ、でもこっちもそんなに悪くない気が。強いね。大外しはしないよな。あと北斗もちょっと見ようかな。この時間でバトルボーナスなんか 2,3 になってたら結構本物っぽいけどね。1回、まあまだか、まだわからんか。でもここ2回だな。さあ2回目、持ち玉で当選できたので、まあちょっと出ればくれるよっていう。さっきみたいなヘマはしませんよ。もうビバが、あらら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 、あらら、もしかして、もしかしてそういうこと。あらー、2回目ですよ。綺麗だね。おかしいと思ったんだよ。あらす、あら、エピソードボーナスだった。そうなるんや。あれか、オールスター目得点みたいな感じか。あー、ケチやった。さあどうしようかな。まあ、プラスにはなった。さあ2周目はなんかチャンスゾーンが出てきたりとか、あんまり悪いサンプルとは思えなかったので、もう1周いきましょう。そう、なんかカバディリの島を一周してきたけど、今のところなんか、え、やっぱここじゃないみたいな感じの付き方にはなってる。輝け、あ、輝いた。じゃあいるでしょう。よし、あれ、ちょっと上っぽくなってきたな。やっぱ100度バカスが当たるといいんだよな。でもここは早寿の上等です、正直。まあ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 いいです。節約節約。トロフィーチャンスね、いいこと言うね。こんなんで通っちゃうとまたおかしなことになるからね。6500だね。さすがに通らんか、残念。綾部さん、54。まあ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 、残念。よし、さあ持ち玉270ゲームでございます。250のゾーンがしっかり仕事してくれた。さあこれがね、これが上がってくれてれば全然言うことないんで。おい、アザス、いいね。マジであるかもな、こうなってくるとな。怪しいよね。うん、俺もなんか大きくハマりが今のところ1台もないのと、まあ、ちょっと引けばちゃんとチャンスゾーン出てくるのと、
2台で並んでるんだったら、まあ、右が強いという僕はちょっとチャンスだよね。で俺が店長だったらなんか2台並びでカバネリ入れますってやっぱ各島に1箇所ずつにしちゃうと思うから、店長の気持ちになって考えると、まあ、各カバネリの並びで1個ずつ並びがありますよとかでやっとけばカバネリに入ってねえじゃねえかみたいなこともないしね、周りも回るだろうしっていうので、そのやり方としてはうまいかもしれない。確かにどっか1箇所にしちゃったら他動かなくなるもんね。まだ何とも言えない。さあ SD 取れました。スルーだけは免れたい。出ない、残念。スルー185枚、トロフィーテーズ。まあでも打てるな、全然打てるな、全然打てるな。リプレイディ、リプレイディ、オッケー、うまい、早かった。今日うまいかもな。今日カバネリが得意な人かもしれない。ただのロッコン少女、まあ、これはさすがによ。おお、ラッキー、超ラッキー、増える、メダル増える。さあ40ゲームで引き戻して ST とか完璧じゃないですか。まああのカバネリをやると言った時点でやっぱり僕はあのクルスナビをね発行するのを忘れなかった、そこの勝利かなと思う。立ち回り2位のオカルト8ぐらいだからね。ちょっと大きかった、350。おミクさんいいね、200。あー、なんもない、なんもない、なんもない。あー、出る、きついけど500枚取れてるらまあまあだよな。お、無事だよ、増えてる増えてる。今のところ正直当たりが軽くなってしまったのでやめる理由はなくなっちゃいましたね。まあ、1回250超えてもしょうがないかなぐらいの競争はしてくれてんだよね。あとは超えない方がもちろんいいけど、まあまあ追ってもいいかなという気がするよね。やっぱワクワクするじゃない、こう設定狙いしてるときって。あそこ良さそうだよねとか入ってそうとか。ほうほうほう。さあ250踏みに行くよ。ここ肝です。ここは本当抜けてほしくない。ここが当たるようだったらもう確信を持って突っ張っていいんではないかと思ってしまう。これがね当たってほしいんだけど、まず当たるよね。でここが ST だったら俺の中でいよいよなんですよ。もちろん早締めのことも全然あるだろうけど。おお、ほら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  ST や。これ怪しいぞ、俺の知ってる6にそっくりな動きしてるこれ。はい、やざす。もん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 、ありがとう。少な、まあいいや。危ない、耐えた。300、いいね。さあ覚醒しろ、いこば。左ファーストの何かを引くだけでいい。今俺言ったよね、左ファーストの何かって。ここでさ、こっちに押して普段だったら左から押してたのになって思うとすっごい嫌なんよ俺。だから左から押します。かー、やってんなお前。あぶねしかも今ついてないところだからね、今無名だったね。チャンス、いこまないよ、でかいね。押しちゃうか、逆、ふっふっふっ、ふわ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 、400。まあよし、全然 OK。 さあこれはでもさすがに次で燃えるよな。いや、なんか積み重ねて出てるもんね、今のところ何の文句もないですけどね。まああるある、それももちろんある。このあと僕が奪いだけでしたっつって引けてないね。ラスト、今回は3択ダビーももらえなかった、本当にどうしようもないやつ。
燃えず何も出ずか。まあ238枚取れてるんでね、グラフ見てくださいよ。一回映せる？めちゃめちゃ理想的に右肩に上がってますね。もう1000枚ぐらいプラスなんやな。やめる理由はないですね。周りも見ようかね、様子をね。あー確かに、あーちょっとこの辺が怪しくなってきたか。でもこれ18連してるから腕だな、一撃だわこれね。他の人どういう感じかっていうのは出玉感と回数ぐらいからしか分かんないけど、グラフは俺が一番いい、間違いない。めっちゃ高設定っぽい。まだやめれない。さあ行こう。僕の予想では250でやっぱりだって言ってる絵が見えると思うんで、皆さんそこまでさよなら。赤こねー、来た、よし、666、六角やで、7になっちゃった。さあどっち、そろそろ ST がいい、よし、食いとどまりましたね。でこれで400枚戻してまた250超えないかだよなって僕は思っちゃうね。残念、160枚だいぶ削られたね。だがしかしだよ、ここの次の250で当たったら僕は何も言うことないと思ってるよ。引くなあ。さあ生駒も出てきて、いやこんな出てこないって低設定は。でさっきは生駒よく避けてるんですよ、見てます皆さん。そう今日の生駒は強いんですよ。ああダメだと思っても一回チャンスくれるんですよ。それすなわち1コマじゃなくて6コマなんですよ。さあ追い詰められた。うお避けるやんこうやって、おかしいんだよこれ。ほらほら今避けたおかげで復活でしょ、でこれ通っちゃうわけでしょ。さあ124ゲーム持ち目だ、どっちかな。まずは早千代、全然いいっすね、100出しでで250で ST ですよ、それでいいっす。やっぱ6打った人みんな燃やしたくないっていうもんで、低設定は燃やしてなんぼなんやけど、気持ちは俺すごいわかる。なんせあの6打ったことあるんで、ふっ。いやそうだね、こればっかりは僕普段だったら多分あの左肩座ってるんですよね、撮影だからっつって。なんだけど今日はガチでやりたいし、周りの挙動も見えた方がいいし、並んで入るんだったら真ん中にいた方が可能性が高くなるからっていう教えの通りに、芝中の方に座りまして、で結果ギリギリもしかしたらこっち半分だったらっていうところで積もれてそうな感じはするので、これは初回のガチガチ君はちょっと成功なんじゃないですかこれ。で今回は弱い2700は。さすがに右肘も左肘も同時に見えませんでした、2700だけに。カジカ、まあまあまあちゃんと CZ から当たってるということが大事。なんか僕的には結構挙動がいいので、まあ、これでなんか最後例えば600、1000とかになっちゃってもしょうがないかなって思うんですよ、ここまでの挙動が良すぎるから。で今のところはその設定示唆としては設定2以上っていうところしか分かってないけど、中身がちょっとすごい良すぎるから、いわゆるなんかもう確定を本当に待つだけの状態、むしろ確定なんかなくてもこの挙動してたら打ち切っていいでしょうぐらいの挙動をしてくれてると僕は思ってるし、今のこの動きは僕がその1回しかないけどホールで6を触れた時、しかもその日も朝から晩まで打ってたんですよの挙動に似てるから大事、この感覚大事。さあ来ますね、この250、僕はヒットすると踏んでます、ヒットしてなおかつ ST が出てくると踏んでます。はいどうも六根少々、右からねバシーンと青縄止めればいいんでしょ、確信を持ってますから僕は、決めたればいいだろ。大丈夫です、絶対滑ってくるから、ほらほらね、
そういうことなんですよ。あとバズだけだね、ほんとちょっと頑張って。普段だったらさ、もう実は実戦終了の時間なんですけど、挙動がいいし今日ガチって言ってるので、できればねちょっとぶん回して何か、トロフィーとかね設定資産が出るまで頑張ってみようかね。残念、ピコーン、ない336倍、普通、出直し、ロックショット、はい、どう。いや、やっぱ250超えないね。右から行きますか、本当に。はい、大丈夫です。上だね。うん、僕が前打った6とそっくりな動きしてる、これ56で間違いないと思います。4も切っていいと思う。だからもう数えきれないぐらいやってますよ。さあ後ろに2個がついた。ほーえー、なんでフィフィフィって。よいよし、めっちゃ滑らしてる。よし、やく、おーうさオール200。よし、さすがに燃えたんじゃないですか今日初。はい、お疲れ様でございます。今日初ウィーバー決戦、燃える命。まあ僕は大気晩成型なんでね。まあ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 、パリンなんだよな、もう本当にな。さあ次はビーバー決戦、ビーバー決戦でございます。今日初めてでございます。気合入れていこう。大丈夫、 OK、 とりあえず一発。早いな、返していた、あたす、うまい、特攻少女。これなんだっけ、日本行動や。100、よし、ナイス。ひたすら200なんですけど、ないかー、まだわかんねえ。あー厳しいか、出ないね。1373枚、まあまあ上出来でしょうよ。うん、持ち球もピークを超えました。俺の予想でここは250超えんのよ。4000回ったね。ちょっと 見てみようかデータ。18回、2400で18、まあ普通やな。あとはもうどこまで打つかだけやで、ね、これ本当に。途中で溜まったパターンもあるかもしれない。あ、出た、あらららら、あらやだ。ただのチャンスでそんなエッチな格好しないでしょ。ガチガチくんになっちゃうじゃないか。俺の下パネがガチガチくんになった。いやー、まあさすがにきついか。今のはしゃあない。今なだいぶサービスしてもらったぞ俺。無礼だ。ほんとこの辺の間はおしゃれだよな。だからみんな打っちゃうんだよな。そらそら、うまい、よし。650はまらなかったのはでかいね。だって下の下皿で耐えたからだ今。いや無限に出るよこのカバデリ。ケチいコマだった。ついに駆け抜けてしまった。初めてだね。4500今。さあ5000ゲーム勇気が出ましたよと。いやここちょっと強いよね、やっぱなんだかんだ左も強くなってる。チャンスゾーンめちゃめちゃ出てきてるし、まあここだろうね。だとしたら俺すげえじゃん。もうちょっとで俺用途石器打ってたからね今日。左銀取ろう。じゃあここだよ。逆に道トロ出るようにしてんでしょっていう勘繰りもいらなかったってことだもんね。全体的に4、5000回ってるはずだから、そろそろ答え合わせそうに来てる可能性もあるけど。450のサンプル取れてないですよ今日。よし、
間に合った。ただまだ分かんねえんだよなレベル。早白当たってないから全然早白の可能性もある。スラッシュ押せてない。よし、あ危ない危ない。さあエピボ、さあじゃあまあこれ終わってちょっと伸ばしてメダル回復して楽しかったねって終わろう。うん、5000回ってるんでワンチャンしさ、まあこの次だとね7000、8000回さないとっていうことになっちゃうので、なんとなく高設定でダラダラ出るのを見てもしょうがないみたいなのはありますけれども、さあ行こう。そう最後のつもりでやります。まあまあ、おーいいね300、まあまあ、え25ゲームリプレイなしとか最悪なんですけど。で、特に資産もない、5600ですね。6000までいく、やっちゃう。いや俺もう今ちょっと腹立ったから250回したいんだよな。ダメかー、しょぼったね。181枚入れた分ぐらいかな。残念出ない。674枚で終了。まあ6000はもう確実に回ってるからね、さっきミッションも出てる。じゃあもう出ないんだろうな、うん、プラス駅はプラス駅だね。うん、じゃあまあちょっとね、結果見えるまでやろうかなと思ったんですけれども、まあキリもないしね、まあ、きっとこの後も出続けてくれるんだろうとは思うんですけれども、まあこのグラフ見てね下だとは思わないと思うんで、この島の状況とね。6375ゲームいやでも綺麗だね、やっぱこうやって見るとドートロが1回だけというところで、じゃあ流しちゃいますか先。はーい、ありがとうございました。時刻もね間もなく8時になろうとしております。1日頑張って打ちました今日。まあさすがにですね、見えてきているということで、まあ朝一も釜根に行きましたと。でその判断はやっぱり間違ってなかったっぽい。このまあ円形島もね、まあこの人すごいんだよなマジで。グラフも綺麗に上がってるんですよ。そう、あとは僕らが打ってた、僕らが打ってたじゃない、僕が打ってたここの最初目立つところでここじゃないのっていうところで座りましたけど、6台に関しては多分もう間違いないと思いますと。そう、キャバデリはね全体的にやっぱり回数ついてる台が多くて出てる台も多い。はい、マイジャグに関してはですね、ここの2台とかが飛び抜けていいね。24の19、33の30に並んでね。でここもね51、41だからここもなんか多分固まってそうだね。並んでるかどうかは置いといて、その散らばってどこにでもチャンスありそうに正直見える。そう、永遠もね並んで良さそうなのがありました。あここのね騎手畑の2騎手とかもねっていうところと、まあ、あとは単品にはなっちゃうんですけど、バルブレイブで万5000とか出てる台があったので、さすがにあの上なんじゃないかなと。1回腹切ったぐらいではいかないのでね、なかなかどこ座ってもきっとチャンスはあったと思うのが、僕はね、思い通り行ったんで大満足でございます。お疲れでした。新番組ガチガチくん、まあもしかしたら今日が最終回になるかもしれませんけれどもね、これ思ったより大変やぞと。今日出たからよかったけどね、投資が500枚で回収が1891枚なんで、見事1400枚くらいかのプラスでございます。おめでとうございます。初回プラス、しかもですね、まあ今日に関してはちょっとうまくいきすぎててね、どうせ失礼だろうっていう声がもしかしたらするかもしれないんですけど、これはね本当にガチなんですよ。ガチです。僕が僕なりに今のパチスロのトレンドとお店の傾向とっていうので、まあこの辺じゃねっていうところでいけたら積もれちゃった。すごい、うわ積もってるか分かんないよ。設定2以上積もりましたというところなんですけれども、周りの状況を見てもね、まあ良さそうだったし安心して打てる感じっていう、なんか設定の後押しみたいなものはねすごく感じたので、今日に関しては僕はガチガチくん成功だったんじゃないかなと思います。やっぱね今やっぱカバネリはね、だいたい僕もいろんな取材レポートとか見てるけど、やっぱカバネリ入るとこ多いのよ、圧倒的に多い。なのでまあ避けては通れない、両番引いたらとりあえずカバネリなのかなというところで、まあ狙いましたけどもね。取材チームがこの後、まあ今日どうだったかっていうのを多分まとめるはずなので、それは俺も楽しみだよね。違うんかいって可能性もあるし、ワンゲームね取材チームが今日、こちらのお店に取材入ってるんですけれども、パチンコはやばかったですね。さしてください、いろいろとぜひね、そちらの方もサイトありますんで、
参照していただいて、次回からのね、立ち回りの参考にしていただければと思います。それではまた次回のガチガチ君、誰になるか分かりませんけれども、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。高設定っぽいのでちゃんと出るっていうのが素晴らしいな。よかったよかった。